山本さん七郎から1943年4月5日は明治時代の写真誌。岡山県茨城市出身。維新後上京して林田出したに住み、中島松地に写真術を学び、新橋で開業後、北京湾風鎮に写真館を構え、西太閤東洋人や北京内外の風景を写真に残した。 完成2年7月12日日中くなしりがつ家事、江村に生まれた。1868年頃酒谷明郎と親戚の医者の息子が大阪で学んだ出版写真を披露するのを見て、初めて写真に触れた。明治4年兄さん太郎を頼って上京し、1874年8月祝福売園の資林同会の子、林忠の所生となった。 趣味の写真を助けて、カーボンプリントに苦戦し、横山松三郎に教えを請ううち、写真家を志し、松三郎門家中島松地に入門した。1882年に芝区日陰町一丁目一番地に写真館を開き、1890年5月1日道番地南方に移転した。 歌舞伎役者や新橋芸者を顧客としたが、アマチュア写真の普及により経営は苦しくなり、1894年、五郎鹿島西米の原子化管理士として、有興に加担するも、1896年原子化管は倒産した。写真機材の運搬馬車に乗る山本さん七郎1897年5月、新国中東全県講師、林氏の誘いで妻取を残して、 中国に渡り、北京霞港府外の借屋を拠点に、城内外を撮影して回った。1900年事業の見通しを得て、一旦帰国し、新橋の写真館を、重慶帝横倒すこと武器に譲り、北京に戻った。当時は、中国人経営の写真館がなく、政府要人も訪れて繁盛したが、義和団の乱が起こると休業し、居留民義勇隊に属して一等軍医。 中川従前の助手や水事を務め、イギリス公使館性壁下に避難用の穴を掘った。帰国後、選考により、1901年8月31日軍八頭随法章、1902年5月10日、従軍記章を受章した。1901年11月中国に戻り、霞甲府外に山本寺市増刊を開いた。1904年5月3日岩園に招かれ、 生体校を撮影した。1906年、関野忠の古建築、遺跡調査に参加した。建設遺産撮影時の山本さん七郎と、岩田秀則1911年侵害革命の頃、寺志蔵館をオいす占いに任せて帰国し、麻布区が全坊町28番地に住んだ。1912年3月10日、林忠別荘があった神奈川県葉山町堀内に、 映った。山本寺氏造館は、その後ワンフーチン大概26号に移転し、長男名が営業を続けた。1929年頃両親のいる大田区田園調布に移った。1930年11月長男名が、山本寺氏造館を岩田秀則に譲り、1932年頃、赤坂区青山南町2丁目10番地に、 山本写真館を構えると、長男一家と同居した。1938年、武蔵野町吉祥寺640番地の三伊佐武宅に移り、1943年4月5日死去し、世田谷区烏山町幻、寺市寺,寺,寺,寺に葬られた。葬名は、昇格院法産美容新寺。1979年頃孫、山本茂所蔵の資料が、 東京大学東洋文化研究所2003年3南山本勇急造の資料が東京都写真美術館に収蔵された。ありがとうございます。